はいどうも、荒川です。今回はね、沖縄の夜の漁港でたくさんの生き物を捕まえてきました。それでは漁港の映像にどうぞ。まあまずは最初に海に潜ったんですけど、この日何も取れなくて、特にいい成果がなく、ただただ海を眺めていたら日が暮れたので夜の漁港に行ってみました。もう単純にサンゴが綺麗な映像です。あ、逃げられた。なんだあれ。何やら最初に巨大な魚が見えました。おそらく黒星マンジュウダイと呼ばれる魚だと思うんですが、正体は分かりませんでした。お次は皆さんもご存知の有名な熱帯魚であるハタタテダイを狙っていきます。この時にコンクリートの下に穴があって、そこにめちゃめちゃ魚が逃げ込んでて全然取れなかったんで結構大変でした。それでは取れるシーンに行ってみます。どうやら捕獲できたようで、網の中に1匹の小さなハタタテダイが入っているのが見えるでしょうか。沖縄だとハタタテダイはおおよそ 4,5 種類漁港で見ることができるのですが、今回見れたハタタテダイの幼魚はノーマルの関東なんかでも見れるような種類なので逃がしました。こちらガンガゼの中にハシナガウバウオがたくさんついてます。ガンガゼというめちゃめちゃとんがっているトゲトゲのウニの中に白っぽいものが見えていると思うんですが、これらは全部魚で、ウニのトゲを利用して天敵から身を守っていると呼ばれるウバウオの仲間です。さてお次は何かいたようです。離せよ。ういあ、いるね、いるね、いるね、なんかいる。出口細くて出れてないんじゃない？反対側に向けるしかない。入った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 。漁港のロープを吊るした筒状のものの中に70センチくらいのウツボが入っていました。こちらアミメウツボと呼ばれる、沖縄本島だと少しだけ珍しいタイプのウツボでした。こんな漁港の管の中に入ってるとは思わず大変驚きました。どうやら尻尾が少し出ていたようで、友人のキャメイさんが見つけてくれました。さすがにこのサイズを持ち帰ることはできないので、捕まえた後に観察をしてリリースをすることにしました。皆さん、画面中央に浮かんでいる枯葉のようなものがわかるでしょうか。こちら実はお魚です。それでは捕まえていこうと思います。ゆっくり逃げないので網の中に入りました。こちらのお魚は南洋ツバメウオと呼ばれる魚で、枯葉に幼魚の時は擬態して漁港などに浮いている様子がよく見ることができます。関東地方などでは夏の風物詩などと呼ばれている魚です。じっくり見てみると意外と枯葉に似ているように感じるのではないでしょうか。皆さんも身近な漁港を眺めてみると枯葉に似たこの魚がいるかもしれませんよ。お次はね、ちょっと可愛らしい魚を捕まえていきます。お、ナイスキャッチ入った。皆さん、網の中に飛び込んだ魚に気づいたでしょうか。この丸っこい見た目の生き物は黒天フグと呼ばれるフグの仲間です。このように外敵から身を守るために丸く膨らむ特徴がありますが、その見た目の愛らしさから最終化にはかなりこのようにフニフニといじられています。お次に狙っていくのは南の方の漁港の代名詞とも呼ばれる、どこにでもいるハリセンボンです。ハリセンボンは先ほどの黒天フグのように膨らむ、さらに針がたくさんあるため網を傷つけてしまうこともあるので、採集する際は注意するようにしましょう。お次はこちら南洋ツバメウオです。画面中央に見えている枯葉の少し明るいようなものが南洋ツバメウオで、2匹捕獲することに成功しました。実はこういった南洋ツバメウオの中にノーマルのツバメウオが混じっていることがあるらしく、かなり色が明るい個体のようです。それを探しているんですが、荒川は今まで一度も見たことがないです。横にある木くずと比べると南洋ツバメウオの擬態力の高さがわかるのではないでしょうか。おお、こちらイケガツオの仲間でございます。南イケガツオかな。どうだろうね。こちら沖縄などの漁港では回遊魚として見られるイケガツオという魚で、意外と美味しいらしいです。まあ、関東におけるアジのようなポジションだと思ってくれればいいと思います。大きくなった個体を一度食べてみたいものですが、大きい個体はなかなか出会えません。
お次は画面真ん中ら辺にいるハタタテダイの仲間を採集していこうと思います。上から見た時に少しオニハタタテダイのような雰囲気を感じたんですが、さてさて今回は何ハタタテダイが取れるのでしょうか。皆さん10回ハタタテダイって言えますか。荒川は今編集中なんですが、すでにカミッカミでアフレコを何回もやり直しているところです。基本的にハタタテダイの仲間は漁港、夜の漁港では寝ているため、このようにゆっくりと網を伸ばしてしっかりと岸壁と挟み込んで捕獲することができます。今回はノーマルのハタタテダイだったようです。さてお次はね、カメラが回りきっていなかったんですが、少しばかり珍しい生き物が撮れました。そのため生き物の観察映像から見ていこうと思います。皆さんこちら見てみてください。知っている人も多いのではないでしょうか。タツノオトシゴです。こちら沖縄の方に生息している黒海馬と呼ばれるようなタツノオトシゴらしいです。普通のタツノオトシゴの仲間が 3,4 センチなのに対して少しばかり大きいような特徴があります。タツノオトシゴは飼育が楽という人と難しいという人がいるらしく、荒川はどっちなのか分かりませんが、人生で一度飼ってみたいような生き物とも思ってます。ちなみに沖縄の台風の後だと、このようにヒゲの生えたトビウオだったり、カジキ、あの1メートルを超える巨大魚のカジキの幼魚なんかも取れることがあるようです。今回はそういった機会には出会えませんでしたが、もし皆さん台風後などに漁港に行く機会があったら、ぜひぜひ探してみてください。ちなみにこちら昼の漁港の映像なんですけど、船から人が飛び込んだのかと思うような音がして見たところ、何か巨大な魚がいたようです。マグロか GT か正体は定かではありませんが、ワクワク感がとんでもなくありました。はい、ということで今回の漁港採集の映像いかがだったでしょうか。沖縄の漁港は意外と種類が多かったり、とても変な、関東の方では見られないような生き物がいて、荒川自身も驚きました。南国ならではのワクワク感が感じられる採集で、個人的には楽しかったです。まあ、こんな感じで荒川は海に潜ったり、夜の漁港に行ったりと、いろいろな海のフィールドで採集をしているので、気になる人はぜひぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。といったところで今回の採集映像は終わりとなります。明日以降、まあ、毎日投稿を最近してるんで、海に潜るような映像が上がると思います。そちらもぜひぜひご期待ください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。さて少しばかり次回の漁港採集の動画の予告編となります。バケツの中に何か生き物が見えていると思いますが、こちらを捕まえていきます。少しこの生き物が何か予想をしてみてください。ちなみに硫酸視点側はもう上がってるはずなので、そちらもぜひぜひどうぞ。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。